って言ったな。今言ったよ。うーって聞こえたでしょ。聞こえましたね、そっち。で、わかんない。何今の音。野鳥？聞こえません、聞こえませんでした？聞こえました？聞こえたでしょ？いや、唇なんか言ってないよ、言ってない、言ってない。言ってない、言ってない。言ってないよ。まぁ、あ、ちょっと歩こうかしら。止まると寒いんで。寒い、寒い。そう、止まると寒いから、本当に。あ、いや、言った。なんだこれ？何今の？あ、言ってる。あ、言ってる、唇吹いてるみたいな音。何今の？ 3 回言ったよ。なんかそっちの方ですね。ねえ。こっちの方ね、この辺で聞こえたかな、なんかね。うん。いや、言ったよ。うーってね、3回。3回言った。風邪じゃないよね、普通に。風邪じゃない。みたいな音。風邪じゃないです。うーってなんか。いや、いないでしょ。まさか、ちぼうさん隠れてませんよね。ねえ。アキラさんと二人で隠れてませんよね。こんなとこ隠れたの？いや、隠れるな。パターン的にありえるくん、なんか。そう、うん、2人になったから多分そろそろいいんじゃねえのって。妖怪の仕業？あ、佃煮のせいだ。なんか丸い。まだちょっと時間的にね、うん、あ、なんとかすごい入り口が書いても立派、すげえ立派。この辺なんか丸いよね、俺なんかこれ、うん、これちょっと危ない、放送禁止。放送禁止になっちゃう。佃煮のせい。いや、今3回言ったよね。言った、3回。丸怖いよね。うん。俺の丸怖い。なんかね。からの、じゃあ皆さん。聞きました？聞きました。うわ、すげえ、隠れちゃってる。あれ、張っててんね。ねえ。いるのかな。カラオケやってんじゃない？カラオケかな？お腹鳴っちゃったよ。お腹鳴っちゃったよ、俺だ。そろそろお経言っちゃったら面白くないんじゃない？お経流した意味言ったら面白くないでしょ。そんなお経ってよ、俺がだって。俺お経やるときは大体停電のときだからね。今度パトカーですか。パトカー、荒井さんいらっしゃい。どうも。やっとやきね、これやばいよ、だってね、うん、だから絶対的に謝れねえのがやばいよ。暗いもん。やばいっす、ね、うん、広いからね、比較的向こうにもあるんだからね。かなり広い。多分口絵じゃないかな。お腹じゃないよね。お腹じゃない。多かったもんだって。今はお腹鳴ったけど。だって俺食ってないんだよ。サンドイッチしか。うん、皆さん、眠れない確定。いないよね。なんか乱れてる感じがする。鉄の問題、なんで？本当だ。なんで？なんか有名な墓ある。あ、あるかな。あるかな。書いてないね。外人墓地。外人墓地なんだよね。外人墓地。外人墓地があるんだ。あ、すぐそばじゃん、まっすぐじゃん。ほら。本当だ。まっすぐ、実は外人墓地のこっち。そうですね。葬儀所もあるよ、ほら。ほんとほんと、その以上、ね、もうそのまますぐって感じ、うん、傾いてませんか。傾いてる。傾いて、こうなってませんか。傾いてる。こうですよ。傾いてるよね、これね。傾いてます。震災の影響なのかな、傾いてる、ほら。ほら。めっちゃ傾いてる。傾いてるよね。地盤がこれ緩んじゃん。緩んじゃん。外人町行こう。じゃあ皆さんちょっとここでね。外人町。ほんと暗いんだよ、あの辺は。すごい暗い。暗いよね。あれなんだろう。ビニールか。ビニール、うん、すごい、ほら、なんか。なにこれ。お腹鳴ってます。敵対されてますよね。ほんと？樹海行ってみて。いや、今はいけないけど、絶対行くよ。まあ、見てないよ。夏、夏、手前ぐらいから。何ですか、うん、樹
樹海ツアー。怖そうだな。樹海こんなもん、まあ樹海の方が怖いっていうか、もう慣れちゃってるからね、樹海もね。ちょっとずつ入っていくからね、樹海はね。ポイントで、うん、今回はここまでとかね。あ、うん、深酔いはできないんでね、だから電波なくなっちゃうし。ああ、うん、そう、電波あるとこまでが限界なの。昔、うん、樹海っていうか、うん、5合目まで上がってったんですよ、うん、上の方で。あ、そしたら森の中から、うん、人が出てきて、うん、それじゃ多分死ぬことしたんですよ。なんかその人、うん、死体探してるって言ってましたよ。あ、死体探してんだ。うん、あれ外人部署どこ、外人部署この辺まっすぐじゃないの、この辺さっきから声聞こえる、マジ。あ、閲覧上がってきましたね。閲覧上がってきた、うん、1200万来ましたね、皆さん。あれどこだ、あれこの辺、いや、そこだよ、外人部署多分。ああ、そっち、そこじゃないでしょ、こっちですね。メイン通りからこう、こっち、こっちもあるのね、青山レンジって。あ、そうでも、どっちかというとこっちの方が怖い。あ、そうです、ほら、ここが外人墓地です。あったあった、外人墓地。ほら、あったあった、ここの一角が外人墓地だね。ほら、わかります、これが外人墓地です。おお、ここはね、ここ下ってくんだよね。これが外人墓地、いいギャルでしょ、外人墓地。でもこっちは短いんだよね、向こうの方が雰囲気あるでしょ。そうです ね。ほら、どんな形の、こっちが行きましょうか。ああ、ね、定点行きますか、うん、定点行きますか。じゃあちょっと休憩で、こっちの方が暖かいね、空気が違うよね。そうですね、向こうの方が寒いよね。こっちの方が暖かいですね。暖かいよね、うん、ね、やっぱこっちの方が寒い、向こうの方が。あっち止まってらんないですもん ね。うん、何やるんですか、うん、これ行きますか。ああ、これ行きますか。でしょうかな。あ、びっくりした、びっくりした。高い位置で欲しい。流さないがいい。埋もれてる今、ね、手塚の他に補強。だからいいんじゃないですか。日本だ、日本人だと分かっちゃうから。分かっちゃう、いや、外人さんだから、お経聞かないと思いますよ。こっち行きましょうか。寒くなってきたね。寒くなってきた。あ、やばい、やばいからな。寒くなってきました。やばいかも。面白いかも。本当だ。いや、これ棺桶じゃない。あ、棺桶じゃないと思う。どうなんだろうね。潜ります。どうもありがとうございます。はい、妖怪体操、妖怪体操。どうなんだろう。職業で半三で小物へ半にゃはらみた高徳はのくたら三脈三歩大高地半にゃはらみた。いや、でもね、ダメージだよね、僕の話ね。これ風も強く、さっきなかったのが。音量がちっちゃい？電波がなくなった？
なんかある。なんかいい。うーって聞こえた？あ、音鳴ってるね。鳴った。鳴った。今鳴った。パンとか反応してる。外場が。え、鈴鳴ってない？今鈴鳴らなかった？待って、ちょっと待って。今鈴鳴ったよ。鈴鳴ったよ。今鈴が鳴ったよ。ちょっとやばいんじゃないこれ。待って、ちょっと待って。鈴鳴ったんだけど。もう行き止まりなんだけどね。うん、行き止まり。今鈴が鳴ったよ。あれ、風が強くなってたよ。寒い。やばいやばい。鈴。寒い。やめとけよ。やばいんじゃない。今鈴聞こえた。やばいか。え、言ったよね今ね。やば。ふーって。ふーっつった今金属音みたいな。金属音みたいなの。いるんじゃない誰か。今金属音だった。いるかいないかここでライトでこう見とけば分かる。なんかそこの木の上あたり。いる？なんかいたよね。なんか金属音。テレビ撮影ですこれ。そんな感じだよねテレビ撮影で、ね。こんな明るかったらそうですよね。こんな明るかった。でもびっくり。いや今言ったよね。金属鳴った。このライトつけたらガチ静かになったね。うん。あ、うわなんか足場の上かった。今ブルって言った今。え何？今ここ振ったらね、うん、ズルってこう来た。今掴まれた。何もないけど。定点。お腹鳴ってる。あなんか鳴ってる鳴ってる後ろ。来てる？誰か。キンと食えたよね。今青山ね。足音みたいな。あ、言ってる言ってる。逃げなきゃダメかな。なんかやばそう。やばそう。やばそう今足音が。あ、写真撮ろう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 。写真撮ろうね。なんか変なタイム落ちちゃったよ俺。今なんか落としてるよ。音鳴ってるし顔認証してんの